カンカンカン、キツネさん。おはよう。来たね。来たよ、宇宙一のゲーセン。やばいよ。やばいよね、バカでかいよね。なんか少年が迷子になってるけど。少年。少年何やってんの？少年はここ来て見たことあるんでしょ？ YouTube で。じゃあ行こう、早速。時間ないから。第2弾。特別に今回、ご協力いただいたのは、とってき屋さん、東京本店かな？宇宙一らしい。何が宇宙一か、まあ、わかんないんだけど。数かも。広さかも。ちょっと行ってみようよ。今日行くよ。両替し。ちなみに、いくら分両替するの？今日は、1万円。1万円。前回、みんななんで値段を教えてくれないんですかっていうのが、6000円だった。前回よりもちょっと今日は行くわ。どういうのが欲しいとかあるの？高木君はどういうの欲しい？大きなぬいぐるみ。なんでだよ、なんだよこれ。動物好き。なんかこれちょっともうちょっと一回回ろうよ。何が宇宙一か聞きたい。確かに聞いてみる、うん、ここって何が宇宙一なんですか？台数ですね。あ、台数。はい、台数が、はい、494台。やば。それが宇宙一っていう形になります。すげえ。どうする？何行く？最初に大物を狙うか、取る感覚をつかむかみたいな。どうする？どっちから行く？大物行くか、取る感覚狙った。取る感覚、あれ？どれ行く？これ行こうか、じゃあ。どうする？狙いは？狙いは。どんな感じで行く？尻尾。尻尾。尻尾から。行ってみよう。まずは思うようにやってみよう。はい、行ってみよう。さあ。尻尾から行くんだって。サメの時はさ、頭が重いって言ってたじゃん。これやっぱどっちが重いんだろう。行ってみる？プッシュ。今日のまずはこのクレーンのコンディションを確認。おおお、あれ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 、あーし、いきなり行くかなと思ったら行ったと思ったね。行ったと思った。今どうしようリアクションと思ったら行ったと思ったよね。どんどん行こう。あ、大丈夫ですか？いや、結構、あー、いいんじゃない？これもまた。お、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 あ、行っちゃう、これ。ここでか、お、お、お、うぅー！あ、すごい！うぅー！あ、すごい！うぅー！天才じゃん！やった！すげえ。前回書き込み来てたんだよ。あのお父さんがシャシャリ出すぎみたいな。あ、来てた。来てたよ。だから今日控えめに行ったらいきなりこれだから。俺やんない方がいいんだ。確かに。やったね。すげえ。何行く次？すんげえな。いや、すげえマジで。これ行く？これこれ無理。行く？いや、マジでこれすごいね。マジですごい。もう俺なんかマネージャーみたいになってるけど大丈夫？荷物も。いいよ、行こう。これでさ、口の中とかに入っちゃったらなんかすごいんじゃない？どう？あ、いい。あ、これなかなかくせ者だね。じわりじわり系だわ。やっぱ頭の方がいいんじゃない？頭狙いで。ちょっと一回やってみる。あ、やばい、カシャリ出すぎって言われるから。ちょっと一回やっていい？やった。よし、じゃあ行くわ。これまあなかなか難しいね、これ。狙い通りにできたかな。はい、いただきます。お、いいんじゃない。ありがとうございます。本日はありがとうございます。誠に僕の YouTube 付き合っていただいて。え、すでに落ちてる。頭なんだと思うんだけど、
これ重いんだね、だいぶ。でも裏返した方が。おお、ああ、ちょっとずつだな、これはやっぱり。でも、ああ、回っちゃうか。お、はいはいはい。ああ、動かない。もうこうなってくるとやめられないからね。親もだんだんもう力入ってきて、両替機に行きまくるようになっちゃう。いいんだけどね、入り狙いはすごい。すごいいいんだよ。じゃあすげえうまいんだよ。おっ、俺ゴープロ踏んじゃったよ。俺ゴープロ踏んじゃったよ。いやー、もうあとお金渡すからいろいろ取ってきてもらっていいですか。やったー、イエーイ、どんどん。もうやばい、絶好調。うわー、これもすごいね、ジョージ。あー、いいね。ワニ、え、ワニ行く？でかいのばっか行くよ。これお願いします。じゃあもう俺の存在忘れてる。いいよ。いいとこ入った。やば、やばくない？今日調子良すぎない？なんかいろいろで多分考えてるんだ、子供ながらに。あー、いいんじゃない。あー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 、かん、戻っちゃった。悔しい。いや、いけるいける、これいけそう。あの、最後に微調整とかしてんのが可愛いよ。ちゃんとちゃんとしてんね。多分いろいろ考えてる。いい加減にやってるかと思いきや、結構ちゃんと多分考えてる。じゃなかったら取れないもん、2匹も。あ、入った。あ、でもいいんじゃない。これでさ、だいぶ下入りやすくなったんじゃない。さあ、奇跡の瞬間がやってまいりました。トカゲプロ。戻って、悔しい。ちょっとお尻気味だったかな。もう一回行こう、もう一回行こう。多分ね、やっぱ頭の方がいいと思う。頭でさっきみたいにして、ケツだと上がるけど多分また戻っちゃうんですよ。セコンド。まだあのゼロ個なんで、あなた出過ぎた真似を。師匠2個なんで。師匠お願いします。そう、こういうのいいんだよ、すごいいいと思う。こういう、これでまた動いてくるじゃん。で、あそこに、はい、はいはいはい、うん、いや、でももういけそうだね。入った。あ、あ、でもこれ結構いいかも。しっかり入った。おーおーおー、あのね、俺が今ずっとアドバイスしてたんだけど、ずっと無視されてたわけよ。無視して結局取った。イエーイ、やるなぁ。どうする？なんか他の違う系の、え、カメがいいの？いや、ほんと水族館になるじゃん。もうさ、ちょっと他のね、行こうよ。トカゲくん、どうしても俺やりたいやつ見つけちゃったから、やっていいっすか。100円玉ねぎ、さあ来い。あ、ちょっとダメだ、俺やっぱ今日調子悪い、全然ダメだ。お願いします。やろうか。お、師匠ありがとうございます。家計助けたろか。買ったろか。むずいよ、横から見たりしないと。
そりゃねえよそりゃねえよそりゃねえよそうマジかよありがとうございますありがとうございます玉ねぎ家計を助けていただいてありがとうございますプロじゃんお昼ご飯にします取れたなもうなんか取れすぎちゃってもう満足なのでもこのボール取りたいんだけど普通にあ柔らかいやつ柔らかい家でキャッチボールしたい取ったよおはようございます取ってって逆転してんじゃん親子片方系むずいんだよね意外と俺初めて見たよやったことあるけどやったことあんの、うん、片方系ほらじゃあ1回あと1個余ってんのあと1回これで見せどころだねはいこれで前回トカゲくんそれで落としてるわかりました行かせていただきます私も長く芸能界やってきてやっぱ持ってるんでここはしっかりと最後一つで取れちゃうという取るんかいというね俺も取れない方が美味しいなと思いつつ取れない方で振りもしつつ取れちゃったとさっきのカメ取りたいカメがいいのカメ行くこれむずいと思うよ。はい。これは甲羅の方が重い。甲羅の方が重いの？これ。頭が重いっしょ、絶対。あの足の。でも俺がなんか言ってもな。もうこれもお風呂なんで。なんせ。はい、ありがとうございます。お上手。はい、上手。はい、上手。ああ頭ズボーって入ったけど大丈夫頭ズボーいっちゃったけど。いや、マジで面白いな。もう俺、声枯れそうだもん。あーこれどうだろう。あ、良さそうだけどね。良さそう。そうそう。よしよしよし。よしよしよし。よし。いい向きになってきたいい向きになってきたよあーいいかもねどうなんだろうこれで頭引っかかってあっあ、もう行くよもう行けるこれで最後気持ちよく終わろうあ入ったありがとうございました今日もなかなか撮影お付き合いいただきありがとうございます最後持ち上げるんかいイエーイ取ったさあやりました今日やばいね。取りました。ありがとうございます。楽しかったね。でもすごいね。ていうかすごいうますぎるわ。うますぎたし、めちゃめちゃいろいろあるからいいね。何をしてるの？え？何してるの？いやちょっとお父さんお金数えてお金落として。1万円両替したんですよ。そうだよね。そうだから。いくら残ってるからってごめんちょっと計算いや計算しようみんな前待ってたからそうそうそう4700円残ってます5300円え5300円であれだけ取りました今日すごくないはいいやはいじゃないのあのトカゲくんなのあごめん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 今日も最後まで動画見てくれてありがとうございますもしよければチャンネル登録といいねボタンお願いしますじゃあ皆さん素敵な一日をお過ごしください。じゃあねな中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさんな中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさんきつねさん。